たの、スバル。なんだか。すごく変な顔。それに、こんなにいっぱい増えちゃって、ずるい。スバル、みんなでお菓子独り占めするんだ。ああもうエーミリアさんダメだってば、うん、ほらポロポロこぼしちゃって、うん、お酒美味しい。こんなの今まで内緒にしてたなんてずるい。みんな私に隠れてこっそりこっそりこっそりなんでしょう。かわいいなこの子。スバル君。はい、何でしょうレムさん。カプリカプリ。痛いんですけどレムさん、もしかして酒癖悪い、うん、バカにしないでください。スバル君スバル君スバル君。いつもの3倍呼んでくれるな。えど、どういうこと。いつもは大事なお仕事なんですから気を張っています。でも今日は楽しい席なのでちょっと気が緩んでしまいました。だからスバル君のせいです。ゴロ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 。てか俺の知識だと鬼って酒に強いイメージなんだが。鬼族が種族的に酒に強いのは事実ね。小さい頃からラムもよく大人たちと飲み比べしたものだわ。当たり前のように未成年時代の印象を告白してくれたな。実際ラムは顔色もろれつも怪しくなってねえし。当然でしょ、鍛え方が違う。この席で俺が得た収穫は、女の子にうかつに酒は飲ませちゃいけないって教訓か。それも極端な話だわね。なんだベアゴあの野郎。どれちょっくらからかってくるか。エミリアタン、悪いけどレム預かってて。うん、わかった。ほらほらレムおいで。すごくかわいい。写真撮りたい。ラムはまぶたに焼き付けておくわ。